ってもらうぜ。メガネの素晴らしさにな、気づく時なんだ。まあ待て、そんなことよりも大事なことがあるだろう。妹の神秘に扉開くんだ。少しずれる方がいい、メガネフェチメ、それを直す仕草もいい、それはいいな。その前髪がかかった刹那、奇跡は起こる。ドジっ子には大きいレンズ、ツンデレには細いフレーム。見た目だけじゃダメさ、心映さなきゃ。感じるだろう、なんとなくな、駆けまくってほしいよ。そうさ君もすでにメガネずっとさ、おめでとう。響きには癒しと夢と希望が閉じ込められてる。メガネに隠された謎、遠くまで絶対に死ねない。歪んだ未来さえクリアになるから、少し華奢な方がいい。もちろん甘えてくればいい、それはわかる。同じ波形に連なる刹那、奇跡生まれた。お兄ちゃんと呼んでおくれ、ちょっと恥ずかしそうに。持たざる者にはね、得られない歓喜。一つ屋根の下クラス、妹がいるなら君もきっと同じだろう。メッセージ、メガネが最高、妹最高、奇跡に燃えた。誰もみんな求めるのは、その胸に描いてる理想だって言うけど、悲しいのは僕。